メピー1101メピー1101量産型機体の模型。本機はメッサーシミット P1100 から派生、メッサーシミット P1110 の研究へとつながった。メッサーシミット P1101 は第二次世界大戦中にドイツのメッサーシミットにて開発中だった戦闘機である。この機体は1944年7月の 緊急戦闘機計画によって開発された。計画内容は、短座式、ジェットエンジン装備の単発戦闘機というものである。また本機は、第三帝国の製作した第二世代ジェット戦闘機と見られている。本機は、対戦後期、連合軍による爆撃に悩まされていたドイツで開発されたジェット迎撃機の一つで、 同時期に開発されていた、タ183等と同様2機種にエアインテークがあり、胴体後部に1機のハインケルヘスレイ11を搭載する。特筆すべき点として、世界初の可変交代翼機を目指したことで知られる。P1101 試作機のこの特徴的な機構は、飛行前に主翼の交代角を変更できることである。終戦時に連合軍が接収した、 未完成の試作機は、抗体核が37度と50度の二段階可変となっていた。ただし空中で変更できる機構はなく、地上調整でのみ、抗体核が可変というものであった。この機構は、ベル X-5 やグランマン XF10 回ジャガーなどの可変抗体翼機へと、さらに開発が進められた。 緊急戦闘機計画の設計仕様が1944年7月15日に出され、9日間のうちに w フォークと率いるメッサーシュミット設計局は P1101 のための予備的なペーパープランを作成した。まず最初に開発された航空機は短くて幅の広い胴体、三輪式の膠着装置、そして胴体部付近では40度の高体角を持ち、 翼の外方では26度と角度が浅くなる、中翼形式の主翼を備えていた。一機のハインケルヘス0 h 1ジェットエンジンが、胴体内部に装着されることと決められた。機体の吸入用として丸いインテークが2つ、コックピット用側面に1つずつ設けられた。尾翼は V 字形状をしており、先細のブーム部分に据えられた。このブームは、 ジェットの排気流の上に伸ばされ、排気を通過させた。一方でコックピットは全部に置かれ、そのキャノピーは胴体のラインと融合し、この航空機の丸められた機種の一部を形作った。1944年8月下旬まで、この設計は未だ図面のままであったが、以前の太った胴体形状は延長され、また細められて滑らかさを実現し、 コックピット前方には円錐状のビブが加えられたものに発展していた。交代角度を2回変える主翼にも見切りがつけられ、より設計に適合するメッサーシミット目262の外翼に変えられた。設計はさらに開発が進み、数種類の主翼と胴体形状が風洞試験を経た後、デザインが改修されて確定した。これに伴い、 実物大試験機の製作着手が決定された。この最終的なデザイン及び関連試験データが製造局に提出されたのは1944年10月のことで製造用資材の選定が始められたのは1944年12月4日だった。1945年2月28日、ドイツ航空省 RLM は 競争施策されたフォッケウルフタ183を緊急戦闘機計画の勝者とすることに同意した。この決定は一つにはメッサーシミット P1101 の設計チームが経験した設計上のかなりの困難に基づくものだった。例えば機関砲の内蔵に際し非常に込み入って搭載されていたこと、主客の収納と開閉機構があまりにも複雑だったこと、胴体が 荷重に対処するために多数の補強箇所を用意したこと、また重量増加のため予期される性能が RLM の使用以下に落ちたことが挙げられる。模型の側面。三脚式の膠着装置。機地吸入口は一つにまとめられ、エンジン排気を避けるようブームが配されている。よくかの武装は X-4 空対空ミサイル。 すでに P1101 の設計では相当に作業が進んでいたため RLM はメッサーシミット社への資金提供について減額の継続を決めたメッサーシミット社ではマッハ1までの想定速度で後退翼の試験飛行を果たそうとしていた彼らは選挙区の悪化からはかどるがリスクの高い手法に至ったこれは具体的な内部構造を持つ 実物大の試作機を並行して作り、統計的な計算を繰り返すというものである。この一方、目262の主翼、BF-109 の膠着装置を延長したもの、飛行用の装備品といった既存の部品がどこであれ使えるならば利用された。35度、40度、また45度の交代翼形状を用いる試験飛行の実施も計画された。 V1 試作機の製造は、メッサー・シミット社が保有するバイエルンのオーバーアーマーガウ、施設群で開始され、初飛行が1945年6月に計画された。P1101 の V1 試作機はジュラルミンで、胴体部分を製造しており、外翼部分は目262のものを使う方針が維持された。ただしスラットが大型化され、蒸気のように、 地上で主翼の交代角度が30度、40度、45度に変更でき、これは後の可変翼設計の前身となった。予備設計において胴体部に並べられたインテークは単一のノーズインテークに変えられ、またキャノピーは類的型の設計となった。これは以前の胴体融合型のキャノピーが与えたよりも良好な全周視認性をもたらした。さらに、 量産のための試作機ではより従来的な交代形状の尾翼デザインを用いており、これは木製で先細のビブブームに装着されることには変化がなかった。T 字状の尾翼も設計された。三輪式の装着装置は走行可能で後方に向けて引き込まれる機種輪及び主翼付け根に配され後方へ引き込まれる形式の長い主脚で構成された。 試作機は、ほぼ実用不能と思われる、ハインケル HES011Z エンジンを装備した。ただし、このエンジンの入手可能性がないとなれば、もっと相当に水力の弱いユンカー水油も 004B が試験飛行のために装着されたと推測される。これに加え、量産型では、余圧コックピットと装甲化されたキャノピーを装備する予定だった。 ベル X-5P1101 に告示した機体形状をしている。1945年4月29日、アメリカ軍不評部隊がオーバーアーマーガウの施設群を発見した際、試作第1号機 V1 は約80%完成していた。主翼が未だに取り付けられておらず、また、主翼仮面には翼板の貼り付けが一度も行われていないように見えた。 付近のトンネルに隠されていた機体が運び出され、すべての関係文書が接収された。メッサーシミット社設計シュムのボルデマール・フォークと、そしてベルエアクラフト社のロバート・ J ・ウッズは、P1101 の試作第一号機、V1 を1945年6月までに、完成させるため交渉を行った。しかし、いくつかの極めて重要な書類が処分されていたこと、さらに残された。 設計書類の大部分を持つフランス人が返却を拒絶したことによって不可能となった。設計書類はドイツ側によりマイクロフィルムに撮影され秘匿されたがこうした設計書類はアメリカ軍部隊がこの地域に着く前にフランス人の手で接収されていた。一方でこの機体は GI たちが撮影する記念写真の格好の被写体になった。あと 試作機はアメリカ合衆国のライトパターソン空軍基地へと船で輸送され、さらに1948年、ニューヨークのバッファローにあるベルエアクラフト社の作業場へ送られた。損傷に関し、どんな修理の可能性も除外されたとはいえ、メピー1101の設計と構造は、その後ベルエアクラフト社によってベル X-5 機の基礎に用いられた。この機体は飛行中に、 主翼形状を変える能力を持つ最初の航空機だった。1944年7月24日、タンザジェット戦闘機としてハンス・ホルヌングにより設計された。この機体は1機のハインケル HES-011 ターボジェットで飛行するものとされた。丸く鈍められた機種と V 字形状の尾翼を持ち、すべてのバージョンの中で最も短い。この設計では、 翼幅が7.15メートル、全長は6.85メートルだった。並走は MK108 機関砲を2門装備する。1944年8月30日に出された、より滑らかな外形を持つ設計。V 字形状の尾翼、タンザジェットエンジン戦闘機で、より突き出された機種を持ち、主翼高体角は40度とされた。翼幅は8.16メートル。 また全長は9.37メートルである。実物大の試作機となった設計で、飛行試験用のタンザジェット戦闘機である。翼幅は8.06メートル、全長は8.98メートル。この機体には、従来型の尾翼がつき、また後退翼が飛行前に異なる角度へ変更できるよう、設計されていた。最初の試験飛行は、 交代角度35度で行われるよう計画され、続いて45度の角度が試験されるよう予定された。初の飛行試験は1945年6月に予定された。最終的に設計された。この機体は量産に入るものとされた。翼幅8.25メートル、全長9.175メートル、及び重量は1250キログラムとされた。 ラムジェットエンジンで駆動する単座戦闘機で追加装備した8機の小型ロケットエンジンにより離陸する。この設計ではより大型のローリンラムジェットエンジンを積むため、拡幅された胴体が使われた。エンジンはコックピット後方に配され、尾翼は従来型のものとなった。似座 V 字形状の尾翼を持つ異なった形状の銃戦闘機、駆逐機である。 本機は全金属製機であり、武装には大口径の7.5センチメートルパック40追戦車砲を選定し、2機のハインケル HE-S011 ターボジェットエンジンで飛行した。本機の翼幅は13.28メートル、全長は13.21メートルである。また別の非常に異なった機体である。2座、全金属製、攻撃機、 駆逐機として構想され、4機のハインケル HES011 ターボジェットで飛行する。本機は胴体全端にコックピットを持ち、7.5センチメートル、パック40追戦車砲で武装、また、MK11255 ミ、mm、リメートル機関砲を5門、搭載した。尾翼は伝統的な形で、翼腹15.4メートル、全長は15.2メートルである。 三面図使用所限性能兵装。ありがとうございます。